通席が戦闘指揮官として整備されつつある？マジで言ってんの？あそこんにちは、ジャパンサイファイの J です。はい、ついにね、ヤマトよトワにレベル3199めちゃくちゃ情報解禁されましたね。実はですね、まだ私も見てなくて、今日はちょっと皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。まだ見てないんで、一緒にね、あの公式サイトのアップデート一緒に見ていきましょう。はい、まずはですね、キャラクターですね。はいはいはい、来ましたよ。でこのヤマトよトワにレベル3199の舞台は、まあ、西暦2207年なんで、2205の2年後ですね。はい、で地球防衛軍、これ来ましたよ。元第6号護衛艦隊関係者。あ、関係者か。あ、じゃあもう6号護衛隊は存在しないのかな。早速見ていきましょうか。はい、見ていきたいのは古代進ですね。元宇宙戦艦ヤマト第3代艦長、ね、1代目は沖田艦長、2代目は土方さん、3代目古代進ですからね。二等中佐蟹座29歳。あ、29歳ね。ああ、ついに追い抜いちゃったわ。はい、設定を見ていきましょう。西暦2205年に勃発したイスカンダル事変の終結後、第6号護衛隊は即時再編された。ほうほうほう、組み直されたってことですね。地球政府の方針に従わず、スター社救助に赴いた責任を問われ、古代進をはじめとする艦長たちは解任。解任か。だから元宇宙戦艦ヤマト艦長なのね。ヤマト、ヒューガ、アスカのクルーたちも配置転換された。まあ、あいつら固めとくとね、反乱を起こすんで、まあ、適正な人事でしょうね。ただ、ここら辺がちゃんとなんかこう、正当に問われてないっていうのは少し問題かもしれないですよね。なんかね、芹沢さんとかすげえいい感じで見送ってたのに、いや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 、こんな配置転換するんかいって、ちょっとね、あの防衛軍の人事を疑っちゃいますよね。はい、それからおよそ2年、外惑星航路の保安記録にわずかな痕跡を残し、古代は消息を絶った。分析は維持されているが、その行方は用として知れない。古代進みよ、君は今どこにいるのか。いやいや、こっちが聞きたいよ。古代進みよ、君は今どこにいるのかって公式が言ってる、これ謎じゃないですか。でもね、なんかこう防衛軍がわざと古代進むの存在を隠してるっていう可能性はありますよね。もうなんというかこう対デザリアムの切り札としてね、ヤマトを保存してるって可能性は高いんで、はい、古代進むの登場には期待したいですね。次は森幸さん、聞きましたね。はい、森幸、元補給母艦アスカ艦長。イスカンダル事変では補給母艦アスカ艦長として第6号護衛隊の一翼を担う。謎多き敵デザリアムとの戦闘では防壁弾と活性波動共鳴波を駆使し、友軍損耗率を最小限に抑える目覚ましい働きを見せた。新任艦長と思えぬ見事な手腕に内外から称賛の声が寄せられたが、同護衛隊の再編に伴い艦長職を解任。2207年の現在の配属状況は秘匿されているが、婚約者古代進との関係が全く進展しないことだけは世界に周知されている。ねえ、これさ、東堂長官のせいなんじゃないの？このね、森幸さんめちゃくちゃ2205では活躍してたんですけど、せっかく艦長になったのに艦長職を解任ってさ、もうマジで防衛軍の人事誰がやってんだよって話ですよね。ちょっとこの後でね、もしかしたら防衛軍のその謎人事をね、出してきたやつが出てくるかもしれないんで、それは楽しみに待ってみましょうか。はい。で、ただ、このなんで、あの、森幸と古代進の関係がこんなに暴露されてるのかは、もう意味が不明ですね。なんか YouTuber でもやってんのか、あるいはこう、東堂長官とかが、なんかこうね、軍のね、あの広報とかで、いやこの二人はラブラブなんですよみたいな、ね、あのなんか2205でもちょっと軽くセクハラめいた感じのことをやってたんで、ね、東堂長官のせいなんじゃないですかね。あの、違ったらすいませんね。はい、次は真田志郎さん見ていきましょう。ちょっとね、もうこの服装から危ないですよね。もう真田さんどうなっちゃったの。はい、元戦闘空馬ヒューガ艦長、真田と、合理的判断を最大の武器とする天才科学者。うん、イスカンダル事変終結後、戦闘空母ヒューガの艦長職を解任。解任？いや、だから誰だよ、解任したやつ、本当に。ね。その後、古代守るとサーシャの維持、古代守るとスターシャの維持、サーシャの経過観察チーム責任者に就任するも、以降の消息一切が不明となる。ね、なんで不明になっちゃったんだろうって、これ多分ね、防衛軍の人事が、クソ説はあるんですけど、多分防衛軍があえて消息一切不明にさせてるんじゃないか。こう、芹沢さんとかが、芹沢さんとか東堂さんがうまいことやってる気がする。で、このサーシャの経過観察チームってなんやねん。責任者古代進むじゃないんかっていうね。ここの、なんかこう、責任者っていう、このチームがなんか防衛軍で設立されてるのちょっとおかしな話ですよね。ここね、古代進む、なんかね、もっと責任持って子育てをしてほしかったですよね。はい。ただね、まあ、真田さんがやっぱ見てるってことは、まあ、旧作のね、あの、ヤマトよトワにと関係するところもあるんで、この展開すごい楽しみですよね。はい、未知の敵デザリアムの正体に迫る研究に従事しているとの噂はあるが、はい、ありがとうございました。もうね、この一文があるだけでもうヤマトチームの勝利確定しましたね。
もう真田さんがデザリアムの正体に迫る研究をしているのであればね、もうきっとですね、もう波動掘削弾とか、もう波動カートリッジ弾とか、もう山ほどね発明してるはずなんで、めちゃくちゃ期待できますね。はい、次見ていきましょう。島大輔くん、元大和副長、ある時は同期のライバルとして、またある時は艦長をさせる副長として、そして時には親友として島は古代住みに接してきた。二人が乗り込む艦は常に大和、その関係がついに変わる時が来た。え、来たの？イスカンダル事変の責任を問われ、古代は艦長を解任、島は空軍へ出航となったのだ。いやー、それはね、どうなの？宇宙海軍と空軍では艦の設計思想も運用法もまるで異なる。戸様扱いに甘んじながら、島大輔は今空軍に己の道を見出そうとしていた。いや、これは違うな。なんか、さっきの説明まで見ていくと、こう、人事がこう、無能に見せかけて、実はかなり考えられた人事って思ってたんですけど、島大輔を空軍に出向させた人事はダメだって。誰だよ、これやったやつ。土門龍介、2205でね、めちゃくちゃ活躍しましたね、土門龍介。はい、どうなんでしょう。二十歳。いいね。若いよ。宇宙防衛大学の連星航海でもあったイスカンダル星への旅から帰還後、土門ら第38期生は防大生に戻った。彼らは1年後晴れて卒業し、正式任官を果たしたが、そこに大和艦隊の姿はなかった。やばいな。艦隊はイスカンダル事変の責任を取らされ再編。古代真田幸をはじめクルーのほとんどが配置転換されていたのだ。土門たちは少なからずショックを受けたが、大和艦隊での経験を心の支えにそれぞれの任官先へ散っていった。これ土門くんのことは一切わからないですね。もうただのあらすじ解説になってます。土門くんね、どうなんだろう。でも戦術員から主計か給養員になってますから、もうめちゃくちゃなんか左遷されてますよね。あの2205でおにぎり作ってたんで、その経験が生かされておにぎり係になってしまったのかもしれませんが、ね、ここら辺でドモン君がかなりそのなんて割を食ってしまってるというかね。やっぱドモン君2205でもう歴史を変えるね行動してたんで、ね、デスラーを救ってますからね、彼はね。なんで3199でもめちゃくちゃ活躍してほしいですね。次行きましょうか。徳川たすけ、はいはいはい。徳川彦左衛門の徳川さんの息子ですからね。遠征今回では大和を演奏するという大失態を演じたが、あれから2年、徳川助は大きく変わった。現在は島大輔と共に空軍か。なるほどね。はいはいはい。助は基本的に穏やかな気質で仲間思いの心優しい人間だ。それだけに仲間の間違った行いの怒りは厳しい。怒りは激しい。道門、坂東も坂本もみんな一度は助の怒りの鉄拳を浴びているのだ。あ、そんなに、あ、でも EFAF って書いてますね。あの、アースフェデレーションエアフォースみたいなね、感じですかね。はい、次行きましょうか。坂東平次、曲がったことは許せない技術員とは思えるほど滅法血の熱い男、それが坂東平次だ。プライベートはルーズだが仕事に対しては真面目一筋、計算と実践を愚直に繰り返すことで確実に成果に近づいていく。遠回りを厭わない職人肌の探求者だ。こうした坂東の資質はガトランティス戦役で戦死した父に、元大和技術員で、これ新しい役職が書いてないんで、坂東君もどうなったのかね、わからない。再編された地球連邦航空艦隊に、まあ、組み込まれて別の艦に乗ってるとかですかね。多分38期生も2205の反乱に全員であの加担してるんで、多分散らされてる可能性は高いですよね。京塚美和子さん、西暦2205年の連星航海で大和に初上艦、衛星長の佐渡に厳しくも愛情深く育てられた。ああ、いいですね。防大を卒業後、正式任官した艦は大和ではなかったが、そこには土門龍介、坂東平次がいた。今日も宮子は多忙を極めているが、同期の仲間への目配りは忘れない。清塚宮子は防大38期生の春日井とも言うべき存在なんだ。うん、いいですね。こう、18歳の少女を解説するのに、まあ、春日井って言葉を使ってる時点で結構ちょっとこう、時代を感じる説明なんですけども、私にはしっくりきます。はい、次、坂本茂さん、元大和戦術科航空隊員。射手座21歳。抜群の操縦技能を持つが精神面になりと誰もが評した問題児。確かにね、2205でもね結構活躍してましたよね。第65号衛隊が再編された現在は山本明かっこ鬼隊長ともかっこ鬼、これ公式の説明で合ってる、かっこ鬼って誰か、この説明作ったの坂本くんかな別な艦の航空隊、ここ伏せられてるの怪しいですね。別な艦の航空隊ね。かつて死に急ぐタイプと森艦長に評された坂本だが、正式任官した今精神面の成長を取っているのだろうか。はい、この別な艦っていうのはもう明らかに伏せられてますね。この38期生がどこなのかっていうのね、まあおそらくですが、まあ、大和にね集約されてるんじゃないですかね。キャロライン・ライデンね、アメリカ西海岸生まれ、父は日本人外交官、母はアメリカ人ね。なんかこう、大和の世界って、あの外国人の存在がめちゃくちゃ希薄ですけれども、まあ、キャロラインの存在からね、少し、あ、外人もいたんだな、ぐらいの、あの、外国人もね、いたんだな、ぐらいの感じはちょっとありますけどね。
ガビラス戦争で事業が悪化する中、父と日本へ移住し、首都郊外の地下都市で成長した。坂本茂はこの時代からのダチ公である。ダチ公。ガミ公みたいな感じになってくる。はい。ね、キャロライン・ライデンのね、空間騎兵隊としての活用を、ね、期待したいですよね。はい。北野哲也。超イスカンダルの最初の航海からヤマトに乗艦していた有能な士官、そうね、デザリアム軍と初遭遇したイスカンダル事変では戦術長として戦闘を指揮、当時は新人だったがドモン龍介に手を焼きながらもドモンの可能性を公正な目で見つめ続けた。第6号護衛隊の再編以降はヤマトを離れ別の艦に乗務しているね。また来ましたね、この別の艦っていうね。だからあれかな、みんなチリジリにさせられるんだろうね、3199では。でそのデザリアムが攻めてきて、みんなヤマトに集結しなきゃっていう物語でしょうね。ただこの元ヤマトクルーたちが今どの艦にいるのかっていうのも結構楽しみですよね。例えばね、プリンスオブウェールズとか春蘭とかに、ね、勤務してるとかあるとめちゃくちゃ熱いですよね。はい、見ていきましょう。南部くんね、アスカの副長っていうもう地獄みたいな人事でね苦しめられてきた南部くんね、元好きな人がねもう他人に取られているのになぜか近くにいなきゃいけないっていうね、いや辛すぎるよ、一番辛い、もう本当に同情しちゃう南部くんなんですけど、見ていきましょうか。イスカンドルの最初の航海からヤマトに乗艦する有能な士官、砲術式の腕前は並ぶ者がいない。まあそれはそうですよね。第6号護衛隊時代は補給母艦アスカの副長として新任艦長の森行を支えた。イスカンダル事変以降は地上基地勤務、マジか、信徒から距離を置く第21航空軍基地へ配属されている。おお、地上基地勤務でも航空軍基地だからエアフォースだね、空軍か。地球の軍事経済の大きな影響力を持つ南部重工の温存士だが、父安蔵、構造との折り合いはますます悪くなっている。ね、南部くんも多分ね、3199のボートで集合するメンバーになるでしょうね。さて、次、太田健次郎見ていきましょうか。大食感で知られる経験豊富な士官、長きにわたり大和の第一環境を支えたサンバガラスの一人。第6号護衛隊時代は戦闘空母ヒューガの航海化を束ね、操縦桿を握った。同護衛隊再編後は地上勤務基地となり、地上基地勤務となり、信徒から距離を置く第21航空軍基地へ配属されている。ああ、太田くんも、ふんにゅーって、ね、2205でね、言ってましたけど、彼も航空軍基地ね、なるほどね、エアフォースに入ると。相原来たよ、通信管制のオーソリティ。かっけえ、オーソリティだよ。権力だよ、権力。長きにわたり、ヤマトの第一環境を支えたサンバガラス。サンバガラスっていう名前ついてたっけ？なんか仮面ライダービルドみたいな感じになってますね、サンバガラスってね。死んじゃうよ。はい、同護衛隊再編後は地上基地勤務となり、信徒から距離を置く、うん、これね、相原の解説じゃなくて航空軍基地の解説になってんだな、うん、ここで優しく温和な性格、 OK、 はい、次行きましょうか。出たよ、このね、ダメ人事の元凶であるかもしれない。まあただね、これダメ人事に見せかけてめちゃくちゃ優秀な人事である可能性もあるんで、まあ見ていきましょう。あー、めっちゃ説明されてるよ。テリーザワさん、双子座。双子座だったんだ。うん、はい、老獪かつ剛腕な防衛軍の虎。2年前、地球全権大使としてヤマトに乗艦したテリーザワは、イスカンダル救援を主張する古代らに強制退艦させられた。させられてたよね。それは、テリーザワの望むことでもあったはずだが、イスカンダル事変終結後、状況は大きく変わる。はいはいはい。報告のすべてを受け取ったテリーザワ自身が、第6号護衛隊の再編を進言した。それは内外を納得する政治的みそぎだったのか。なるほどね。政治的なみそぎ、かつ古代たちを守るための進言なんだろうね。つまり、やっぱね、だからクソ人事に見せかけてちゃんとした人事だってことだね。おそらくですけど、多分、ヤマトクルーは一回解散させるんですよ。で、芹沢さんとしては必ずデザリアムに攻め込まれることを知ってるんで、おそらくヤマト再編プランっていうのをちゃんと備えてるはずなんですよ。だからデザリアムが来た時に、その小惑星イカルスでヤマトを解放してね、で、各キャラたちも別々の配属からこう再集結するみたいな、多分そういうプランを芹沢さんが考えてるはず。なんかね、こうそれこそオペレーションダッドとか、それじゃないですかね。いやー、芹沢さんやってくれたな。で、あえてヤマトを解散させることで内外的な説明つきますよね。いや、これはもう反乱部隊だから、もうこれ解散させましたって。大丈夫です、もう反乱起こしませんと。ちゃんと軍としてちゃんとしてますっていうね、アピールもできるんで、芹沢さんね、ちゃんとね、このヤマト復活プランを抱えた上での人事であれば、もう芹沢さんもさすがです、抱きしめたい、うん、ね、この説明が
面白いですね。小平により強制体感させられたっていうね。まあ、強制体感なのかな。もっとこう、ね、ボランティア的な体感だったと思うんですけどね。強制じゃなくてね。はい、東堂さん見ていきましょうか。ね、2205で、こう、森幸にね、プライベートな質問をしすぎて、少し、セクハラ疑惑が出てしまった東堂さんですけども、文官出身の防衛軍トップ、対極的な見地で静かにことを動かす人物。うん。東堂自身の肝入りで発足させた第6号護衛隊を自ら再編し、古代をはじめとする艦長たちを解任した。イスカンダル事変の責任を内外に示した形だが、東堂は多くを語らない。ってことはやっぱ東堂さんと芹沢さんグルだな。この2人でしっかりね、こう、ヤマトを責任ある形で解散して、復活計画をね、立ててるんじゃないかなと思います。これはね、冒頭のエピソード熱いんじゃないですか。やっぱこう、福井晴俊さんの脚本って、やっぱこう、反乱からの逆転みたいな。のがやっぱ熱いじゃないですか。2205もそうでしたし、まあ、あとは、福井さんの書いたガンダムユニコーンとかね、亡国のイージスとか、終戦のローレライとか、私全部読んでるんですけど、もう全部ね、反乱からの反逆っていう逆転ってところに一番いいあのシーンなんで、3199でもね、2205とは異なった形の反乱エピソード、めちゃくちゃ期待してます。はい。あー、東堂咲さん、いいよ、東堂咲さん、めっちゃ好き。めっちゃ好き。あー、楽しみ。あ、東堂さん、さっきさん30歳なんだ。へえ、いいね。OK。見ていきましょう。波動実験艦銀河艦長。破壊された月の修復計算は、機能のほとんどが失われた銀河のコスモリバースシステムで行われた。おお、復活してる。コスモリバースは今や艦のシステム全体に根ざしており、そのため銀河は武器を使用することができない。戦えない戦艦銀河を預かる先の胸中は複雑だったが、そんな船が一隻ぐらいあってもいいか。以前よりも穏やかになった眼差しは、先のそんな思いを語っているかのようにも見える。なんかちょっと彼女のところだけ少し文体が違いますけれども、多分これ公式のスタッフからですね、多分東堂咲さんの、ファンなんじゃないですか、これ。うん。いや、めちゃくちゃいいよ。なんかやっぱこう、キャラごとにね、説明の質っていうか、変わってますけど、うん、東堂咲さん、私も大好き。銀河の活躍気になりますよね。まあ、やっぱこう、戦えない銀河ですけど、支援能力に関しては、もうピカイチですし、しかもコスモリバースシステムが、まあ、しっかり復活してるってのも熱いですよね。はい。次、北野聖也。おお、気になるよ。はい。沈着冷静に攻守の機微を見極める優秀な軍人、指導者としての資質も非常に高い。ガミラス戦争時、ヤマト計画の候補者だったが事故に遭い負傷。ヤマトへの上官を行わなかった。戦後傷を癒した北野聖也は、宇宙防衛大学の教官として軍務に復帰。鬼の北野と呼ばれる厳しい指導を通じて若い世代の育成に力を注いだ。土門たち在38期生は北野聖也の最後の仕事だ。ヤマトで戦術を務めた木野哲也は実弟である。ほうほう。でも彼の所属は書いてないですね。一体何乗ってるのか。ちょっとこれはメカを見たらね、わかるんじゃないですかね。はい、アゲハタケシ。お、来たよ。来たよ。リバイバルキャラだね。宇宙防衛大学38期生、防大史上最高のハイスコアで飛行がトップを駆け抜けた天才児。模擬空戦ではあの坂本茂に1ポイントも取らせる9戦9勝。めちゃくちゃ強いじゃん。数々の伝説を打ち立てから2年前、防大を中東退学し、土門たちの前から姿を消した。巨大企業アゲハコンツェルンの御曹司として育ったためか、人付き合いの距離感に独特なものがある。土門とは不思議と馬が合い、2人には親友と呼ぶほどの絆があったのだが、気になるね。土門と何を喧嘩してるんだろうね。でもこのもうパイロットの服着てますし、ドモンはね、主計化に左遷されてしまったので、ね、この二人の煽り合いっていうのがもう見えますね。はい、見ていきましょうか。知性の人々、南部構造。はいはいはい。南部重工エクスプレスなど、多数の関連企業を束ねる総帥でもある。その親子関係に今、決定的な断絶が訪れようとしている。もしかしたら南部構造さん死んじゃうかもしれないですね、この感じね。はい、島次郎ね。この区切る場所を間違えるとね、大変なことになっちゃいますからね。島次郎じゃないですかね。はい。島大好きの弟さん。これね、島大好きの弟、ひどい目に遭うんじゃないですかね。なんかね、避難するとか、なんかそんな感じになっちゃいそうな気ますしますね。やっぱこう、デザリアム襲撃を彼らの視点で見るみたいな物語になるかもしれませんね。はい。このデザリアムね、これびっくりしましたよね。3人いると。マジかよと。ね、見ていきましょうか。アルフォーン。アルフォンね、もうね、設定画の段階からもう顔がチャラいっていうね、問題児でしたけれども、見ていきましょうか。はい、情報部将校ね。しなやかで強靭な肉体ね。なるほど。戦闘能力の高さと裏腹に、その物腰は常に憂鬱で物静か。だが時にデザリアムらしからぬ激しい感情で揺れめきが、紺碧の瞳に浮かびもする。彼の名はアルフォン。
地球を占領支配したデザリアム占領支配したってもう書いちゃってるじゃん。もうネタバレしちゃってるじゃん。ねえ、まあいっか、まあもうそうならざるを得ないけどさ、地球防衛軍ちょっと頑張ってってね、思いますよね。出自目的一切が謎に包まれた鍵を握る男。もう頼みますから、アルフォンと森行き周りのメロドラマは少なめでお願いします。はい、ちょっとね、3199の、あの、ヤマトヤトワニの旧作はですね、この2人の関係があんまりちょっと私は好きくなかったんですよね。ちょっとリメイクでは、スッといってほしいですね。あんまりこう、なんだろうな、謎の恋愛関係にしてほしくないですね。やっぱこう、人間ドラマとして語ってほしい。ね。はい、次ね、お、イシドール。でもこれ面白いですね。なんかデザリアムングってこういうなんかこう、子供キャラがいるってのはなぜなの？気になりますね。どうやってこう生まれてるのかとか、なんか気になりますよね。だってデザリアムってでもやっぱ女性がいないっすよね。だからどうやって生まれてるのかも気になりますね。じゃあ見ていきましょうか。アルフォンズ騎士官、アルフォンに絶対の忠誠を誓う直属の部下、少年そのものの風貌と美しい声に油断をしてはいけない。これはあれですかね、女性ファンを虜にするタイプのキャラですかね。この少年そのものの風貌と美しい声に油断をしてはいけないってのも気になりますね。なんか体になんかガトリング砲でも仕込んでるんですかね、わかんないですけどね。まあでもなんかあれだな、なんかデザリアムのなんかえぐい設定とか出てきそうなんで、なんかこう体に爆弾仕込んでるとかなんかそういうやつかもしれないですね。でこのイジドールって子がそのアルフォンと森行きのあのイチャイチャに介入してですね、あのアルフォン少尉とこれ以上人間に入れ込むようならあなたを消しますよみたいな、なんかそんな感じでこう2人のイチャイチャを止めてほしいですね。まあ、これは個人的な願望ですね。はい、次見ていきましょう。ランベル。これバーガーが怒るやつじゃない？ランベアの、ランベアね。ちょっとランベアとね、似てるんでね、怒るやつじゃないですかね。戦艦グロデーズ艦長。おお、はいはいはい。戦艦グロデーズの艦長、アルフォンの親友ということ以外一切が謎に包まれてる。もうここら辺になるともう設定を書く人がもう疲れちゃってるのかもしれないですね。はい、ここまでね、キャラを見てきましたけど、やっぱ一番気になるのは、このヤマト周りの人事ですよね。もう見てくださいよ、もうダメ人事すぎて、森幸さんがもう、はぁって感じで、もう呆れてるじゃないですか。でも、真田さんだってもう服脱いちゃってるしさ、ね、古代進も多分、ギッとか言いながら、もう悩んでると思いますけれども、まあ、ここら辺が、こう、解散したヤマトクルーたちがですね、もう再集結する、この下り、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、旧作でもね、この下りはね、熱いシーンが多いですけど、こうね、どのように描いていくかっていうのが楽しみですね。はい、次はね、お楽しみをメーカー見ていきましょうか、メーカーね。はい。いや、いいよ。もうかっこいいよ、これ。宇宙戦艦ヤマト第3次改装型参戦賞叙勲式式典記念塗装。はい。ね、もう解散したっていうばかりの、ね、謎の、解散したっていう悲しい説明ばっかり多かったんですけれども、まあこれね、参戦賞叙勲式典、参戦賞叙勲式記念塗装ってのがあるぐらいですから、まあヤマトもね現役でちゃんと整備されてると。はい、見ていきましょう。イスカンダル事変後帰還したヤマトは参戦少女君の運びとなった。これは地球の戦艦として唯一ガミラス、ガトランティス、デザリアムという異なる3つの相手と交戦し多大な戦果を上げ無事帰還したことを記念するものだった。地球政府は宇宙戦艦ヤマトの叙勲式参加にあたり、参戦賞として主砲、副砲、各砲身先端へ3本の線を施し、船体各部へ勲章をモチーフとした怒りマークを与えた。この怒りマークは宇宙海軍の記章に参戦賞叙勲の意味をとして3つの輪を加えたものとして作成され、ヤマトマークとも呼称される。おお、なんか一瞬ヤマトトークに見える、ヤマトマークとも呼称される。はいはいはい、おお、いいですね。この参戦賞にねちゃんと意味が持たせられてるってのこれ熱いですね。いやでもね、この参戦賞のピントめっちゃ好きなんで、この活躍するヤマト早く見たいですね。ヤマトを記念艦とする話はイスカンダルからの帰還後にも出ていたが、波動砲艦隊構想の下で波動砲の再装備をはじめとする改装が行われ、ガトランティス戦役終結後も銀河艦航行艦隊の帰還を想定した改装を行われるなど、現役艦としての運用が続いていった。はいはい、うん。叙勲はヤマトの功績を称えると同時に、これをもってヤマトに第一線を退かせるというものだった。お、防衛軍よ。はい、ヤマトは予備役艦隊に編入され、その後各種テストに用いられる予定だった。しかし、なるほどね。ああ、分かったぞ。ここにやっぱですね、あの芹沢さんと東堂さんの戦略が見え隠れてますよね。多分これ設定嘘だと思ってて、第3次改装型ってのは多分嘘だと思ってて、多分めちゃくちゃ内部ねゴリゴリ改造されてると思うんですよ。一
回こう記念館としますと、ヤマトは一線を退いてもらって記念館としますと、でクルーもチリジリにさせちゃいますとね、これでもうね、あのヤマトの時代は終わりましたとか言いつつ、多分これはもう裏でね、ヤマトはもうバッチリ改造されてて、で、あのチリジリになったクルーたちも呼び直す仕掛けもちゃんとできてると、でデザリアムが来たらもう最後の最後の切り札としてね、もう用意されてるっていう感じのヤマトなんじゃないですかね。いや、これは楽しみになってきましたよ。で、この記念館っていうのも熱いですね。ね、やっぱこう SF の宇宙館がね、記念館になると、やっぱこうお土産ショップっていうのが作られますよね。ギャラクティカみたいなね。だから、ヤマトお土産ショップみたいなのがね、劇中に出てきたら熱いですよね。記念館なんでね、ヤマトギフトって。で、それがね、プレ版とかで売られて、我々はそれを買うというね、完璧ですね。はい。はい、見ていきましょう。次元波動エンジン×時間本式コスモタービン回 ×8。 あ、これ変わってますね。なんか、ケルビンインパルスエンジンみたいなやつじゃないですか。でしょうけ。で、関西機、関西艇は、はいはいはい、まあ、コスモゼロね。相変わらず1ギルと。で、コスモタイガー 2×16、100式、空間偵察機2、コスモシーガル。まあ、ここら辺は変わってないですよね。で、波動砲はちゃんと積んでて、48産地222。まあ、ここまではあんまりこう、新しい機能はあるようには見えないですね。ただですね、まあ、絶対ね、真田さんとかがね、改造してるんでね、そこ楽しみですね。はい、次見ていきましょう。アスカー。ね、もうアスカーはね、ガンプラの情報、ガンプラじゃねえわ。プラモデルの情報で、もう7隻ね、出てくるのが分かってるんで、見ていきましょうか。アスカの同型艦の量産艦を、アスカの同型艦の量産を持って、アスカ級の艦級が軍組織内で正式なものとなった。平和路線を謳う第4次防衛計画のもとに建造を進められた建前上、アスカ級は補給母艦系を基本としているが、量産にあたっては一番艦のアスカではあくまでも試験的に盛り込まれていた強襲揚陸艦としての機能を主体とした艦の建造も行われることとなった。強襲揚陸艦として活躍したかっていうと、ちょっと微妙ですが、まあ、盛り込まれたということだそうです。はい、また補給母艦型であっても量産された艦は一番艦のアスカと内部構造に違いが存在する。例えばアスカは40メートル級の航宙機や宇宙艇の艦載を想定し、船体に大きな格納スペースを持っていたが量産型では廃されている。なるほどね、なるほどね。え、ってことはじゃあコスモパイソンとかは、あ、じゃない、コスモパイソンじゃないわ。ってことはコスモハンドとかは入らないってことかな、量産型はね。はい、見ていきましょうか。識別番号は1番艦のアスカは補給母艦であったことから、奇数番号が補給母艦型、偶数番号が強襲揚陸艦型として割り振られている。なるほどね。アンドロメダ形式ということですね。はい、見ていきましょうか。全長278メートル、ケルビンインパルスエンジン。そうだよね。あれ？ケルビン、まあいいや。うん。ケルビンインパルスエンジン、うん。で、コスモシーガル、コスモハウンド。いや、コスモハウンド入ってるよね。内科艇かけるよ。お、まあ、強襲揚陸艦型はコスモハウンドを搭載してないってことなのかな。はい、30.53 直可能に、6年大型エネルギー砲。はいはいはい。はい、うん、多目的なんじゃね。もっと知りたいな。もっと知りたいな。なるほどね。だから、アスカはコスモハウンドを搭載できるが、他のは搭載できないよということですかね。まあ、ただですね、なぜアスカが量産されたかっていうのは、多分、対デザリアムにおいて、波動防壁弾がめちゃくちゃ活躍してましたよね。なんで、まあ、それをね、複数の艦艇で運用するっていう、こう、なんでしょう、防御網を構築する艦として、まあ、大量採用されたということですかね。で、ただですね、この2年間で7隻っていうのは結構地球頑張ったんじゃないですかね。時間断層がない中で、すごい頑張ったんじゃないかなと思いますね。多分、まあ、ドレッドノートのパーツを利用しつつだと思うんですけど。じゃあ次見ていきましょうか。ヒューガ来たよ。いや、ヒューガかっこいいですよね。はい、見ていきましょうか。ヒューガの同型艦の建造が開始されたことで、軍組織内でヒューガ級の艦級が正式に設けられることになった。あ、そうかそうか。ドレッドノート階級じゃなくてヒューガ級になったんだね。いやー、いいですね。ヒューガ級ね、かっこいいよ。アスカと共、平和路線を歌う第4次防衛計画。あー、これ新しいですね。あー、だから波動砲艦隊構想から、複合、ダメだ、出てこない。複合なんとか構想って来て、第4次防衛計画。平和路線を歌うってことなんで、だからアスカの、まあ、防御能力が高いようなやつが積極採用されたということですね。はいはいはい。ボラー連邦から頻繁に領海侵犯を受けている現状の中、あ、ボラー連邦から頻繁に領海侵犯を受けてるんだ。へえ、へえ、え、なんで、え、何、ボラーはわざわざ地球のところまで来てるってことですか。ほう、不思議。うん、地球防衛軍の防衛方針も翼昼食のものとならざるを得なかった。
玉虫色かな、ちょっとわかんないです、ごめんなさい。はい、アスカの同型艦量産にあたって強襲揚陸艦型を補給母艦の区分のもとに建造しているように、ヒューガの2番艦建造と新たに設けられたヒューガ級の艦が地球防衛軍の現実的な対応の一つってだと。なるほどね。だからアンドロメダとかドレッドノートをバコバコ量産するよりかは、まあ、結局第4次防衛計画で、まあ、防衛路線を重視するためにアスカ級ヒューガ級をバコバコ量産していると。いや、スペック見ていきましょうか。全長 295m、 次元波動エンジン6軸ケルビンインパルス、コスモタイガー 2×16 パイソン16。ほうほうほう、いいですね。このねデュアルシリンダー景色のヒューガってやっぱかっこいいっすよね。もっとこうヒューガの発艦シーンをね、2199バリの発艦ギミック見せてほしいですよね。はい、じゃあ次見ていきましょうか。なるほどね。だからアスカ級とヒューガ級がバコバコ出てくる世界線ということですね。はいはいはい。アンドロメダが欲しいな。はい、見ていきましょうか。銀河、はい、来ましたよ。銀河好きなんだよな。波動実験艦銀河は月の復興作業での役割を終え、現在旧土星軌道の嘆きの海で土星修復作業に当たってる。銀河大変ですね。もうずっと太陽系直してんじゃん。もうちょっといい仕事あるでしょ。はい、かつてガトランティス艦隊と地球の波動砲艦隊の間で激しい戦闘が繰り広げられた土星沖の海域は、ガトランティスの反物質を利用した大型ミサイルと地球側の波動砲の応酬、さらには総転移次元跳躍によって現れた白色彗星によって甚大な被害を受けた。なるほど。ガトランティス戦役終結後4年を経てなお土星を中心とした海域はかつての様相とほど遠い。銀河は土星修復船団の中核として周辺海域に散らばった土星の構成物質を集め再構築するべく活動しているが、土星再建には遠大な時間が必要なのは誰の目からも明白であった。また装備されている一切の方向兵器が使用できない状況に変わりはない。これは銀河に搭載されたコスモリバーシステムが艦そのものの制御システムで影響を及ぼし、各管制システムを停止させていることによる。なるほど。なるほどね。はいはい、はい。まあ、装備されているが、使用できないと。ちゃんと書いてあると。これさ、もしかして東堂咲さん、左遷されてますかね？多分よ。もうここ書いてある通りさ、土星再建には遠大な時間が必要なのは誰の目からも明白であったって書いてあるんで、これ多分あれじゃないですか。もう土星再建ね、1万年かかりますって言って、東堂咲さんがその最初の5年をやってるみたいな。いや、あ、マジかよみたいな。ジェンガを組み立てるみたいなね。で、そのジェンガが通常のジェンガじゃなくて、なんかもう、ね、100億ピースぐらいあるジェンガをね、こう、東堂咲さんが、あ、マジ暇なんだけど、つって。で、しかもさ、この、あれを月面を直すのは分かる。月面直すのは分かるんですけど、土星直してどうするのっていう。だって、水、金、地下、木、ドッテン、解明でしょ？水、金、地下、木、ドッテン、解明だから。だから土星直さなくていいんじゃないのっていう。だからなんかこう、お役所的にとりあえずやっといて、みたいな。土星直しといて、みたいな。どうせ銀河使い道ないし、みたいな感じで回されてるのかもしれませんね。ただ、ただ、ただよ。この土星で銀河が働いてるってのはすごい大事だと思ってて、なんでかっていうと、デザリンは多分地球一直線で行くんですよ。ってことは銀河生き残るわけですよ、初動、うん、でそこで土星に再集結するみたいなね。でここの土星の構成物質が集めとかね、もうなんかここら辺のいろんな説明あるじゃないですか。でこれ超伏線だと思ってて、土星に銀河とか生き残りの艦隊が集結すると思うんですよ。で、イカルスとかから脱出したヤマトとかもそこに集結して、で、こっからどう巻き返していくかみたいなね、物語が始まるんじゃないかなと思います。で、銀河ね、ぜひもう主人公関係ぐらいで活躍させてほしいですね。私もめっちゃ銀河好きなんですよ。はい。次見ていきましょうか。アンドロメダ来たよ！来たよ、もうね、アンドロメダはね、もうなんかもう地元の友達みたいな感じですよね。ね。いや、違う？うん。いや、もうそれぐらいね。馴染み深い感じゃないですか。アンドロメダね。もうめっちゃ好きよ。はい。見ていきましょう。アルフラッツは友人型として設計、完成された初期アンドロメダ級の21番艦となる。熾烈を極めたガトランティスとの戦いをくぐり抜け、無傷で残ったアンドロメダ級は極めて少なく、アルフラッツも戦後大規模な修繕を受けることとなった。ガトランティス戦役末期から時間断層後期までに建造されていた艦船は、ほとんどが時間断層の AI によって制御される完全無人艦だったため、大規模な改装なしには友人での運用が不可能となっていた。だから結構中抜きされてたってことですね。生命自走自とかもないと。このため防衛軍はガトランティス戦役を生き残った初期アンドロメダ級の修繕と解消を優先することとした。うん、なるほど。第4次防衛計画の方針のもとで行われた宇宙海軍の再編のもと、艦首は波動砲艦隊構想時の前衛武装宇宙艦の呼称に変え、はいはいはい、国連宇宙海軍時代よりある宇宙戦艦とされた。はい、なお数隻が戦闘指揮艦として整備されつつある。マジで言ってんの？あー、戦闘指揮じゃなくて艦隊指揮官ね。お、でもシュンランじゃん。え、シュンランいるじゃん、こんなの。うわ、めっちゃ嬉しいじゃん。いや、来るでしょ、これ。うわー、
これだからね、多分ね、第5章とか第6章ぐらいでね、もうゴリゴリのアンドロイドが来るんじゃない？これ。やばいよ、これ。うわ、めっちゃ楽しみ。うわ、やば。はい。ドレッドノート見ていきますか。見ていきましょうか。うわ、やば。ドレッドノート級火星迷彩仕様ね。はい。第28号護衛隊の遺跡。火星の大地の色である赤を主体とした塗装を鑑定に施す迷彩は、火星自治政府宇宙海軍が採用したことが始まりとされている。そうだね。火星の迷彩だからね。これはね、赤い土地に合わせてってことですね。で、第一次内惑星戦争後、再度の火星自治政府との衝突を想定して、国連宇宙海軍が設立された経緯もあり、宇宙海軍の艦艇にも同様の迷彩を施したものが多く見られた。ガミラス戦争、ガトランティス戦役において、火星軌道は重要な防衛戦として認識され、特に白色彗星の侵攻によって絶対防衛戦として位置づけられた。火星迷彩はこの防衛戦を守る主要な艦艇に採用され、時期により若干の差こそあれ、2207現在の宇宙海軍でも引き継がれている。うん。あんまり詳しい内容はないですけれども、とりあえずね、火星軍活躍するってのは熱いですね。こう、内惑星戦争で分断された地球人類が改めてこう、手を取り合って戦うみたいなプロットがあると面白いですよね。はい、見ていきましょうか。おお、なんか新しいの出てるぞ。何これ？すごい。何これ？見ていきましょうか。通常の宇宙空間とは空間を往還し、両空間で航行可能な特殊艇ね、コスモハウンド。はい。通常空間と亜空間の領域をまたぐ観測策的は可能。次元先行技術はガミラスにおいて実用化されたものが技術共有の形で地球側へもたらされたと。安定翼内には次元境界面の突破と先行のため、次元先行間同様、多次元移送バラストタンクが装備されている。緊急時にはこれを強制排除し、通常空間へ浮上できる。本体と安定翼に分離する構造は、コスモハウンドが多目的輸送艇構想をベースとして開発されたことによる。イスカンダル事変で実戦投入され、その有用性を証明した。はい。なるほど。まあ確かにね。コスモハンド3回に1回はダメになるバカ犬って言われてましたけどね。あ、でもこのエアフォースのコスモハンド気になりますね。はい、見てみましょうか。イスカンダラ事変後は試験艇として各種データを収集後、アスカ級補給母艦アスカの艦載艇として配備された。だからアスカはこれ詰めるんですね。でもアスカ級1番艦アスカ以外はこれ詰めないですもんね。この際、船体には同じく多目的輸送艇構想をもとに開発された五式中型輸送艇と同等の自衛用武装を設置されている。本体に多様なユニットを装着し、高い汎用性を持たせた五式中型輸送艇はカーコンテナを要する MC 型を基本とし、地上攻撃局地制圧用の ACA-1 ガンシップ型の用というのも、だから要するに、AC-130 でしょ、これ。なるほどね。ガンシップ型としても機能すると。つまり、コスモハウンドの宇宙用とコスモハウンドの空軍用ってのがあって、空軍の方は、地上攻撃局地制圧用の ACA-1 ガンシップ型というのがあると。で、だからこの中に空間騎兵とかも積んでね、地上のパルチザンとして出てくるのがこっちですね。で、宇宙艦隊側としてはこっちのコスモハンドが出てくると。はいはいはい。いいですね。で、まあさすがに2207年なんで2年経過してるんで、3回に1回失敗するっていう悪いくじ引きはなくしてほしいですよね。ね。はい、コスモハンドね。ちゃんとね、活躍しそうな感じで、これ面白いですね。リニアスパイク型コスモエンジン、謎ですけど、ちゃんとガミラス製のね、エンジンも積まれてるっていうね。はい、コスモハウンドのね、活躍楽しみですね。はい、まあ、コスモシーガルね。まあ、もうヤマト世界の常連ですけどね。コスモシーガルと。はいはいはい。はいはい。多分ね、もうコスモシーガルを使ってヤマトクルーがね、集結するっていうのは、ここら辺はまあ、多分読めますよね。はい。なんかかっこいいのいるよ。バスターガンダムかと思いましたね、一瞬ね。はい。見ていきましょうか。2205年に正式された機動甲冑は、2207年現在も空間騎兵隊の主力装備として運用されている。空間騎兵隊は歩兵であり、機動甲冑の兵装は任務作戦により敵に変更される。空間騎兵隊そのものは組織的な地球連邦宇宙軍機下の地球連邦宇宙海兵隊に管轄されるが、実際の空戦においては宇宙海軍など各軍と連携する。真と防衛に備える空間騎兵隊は、機動甲冑を装備 12.7mm 標準アサルトライフルを標準装備として携行し、分隊支援火器として 30mm 機関砲を持つ隊員もある。 12.7mm 標準アサルトライフルは全身の短いコンパクトなブルバップ型で取り回しが良い。 30mm 機関砲は分隊支援火器として用意され、分隊に1人いる大火力担当の隊員が使用。キャロラインだろうね。航空機の機関砲に匹敵する威力を持ち、機動兵器艦載機は小型艦艇を仕留めることができる。小型艦艇を仕留めることができるのはやばくないか。これやば。うん、見ていきましょうか。はい。主武装、パルスレーザー機銃。うん、グレネードランチャー、ロケット弾ランチャー。うん、はいはい。30mm 機関。すごいね。
やー、かっこいいですね。五色空間機動甲冑、なんかアーマーが増えてますよね。なんかこう一部そのごつくなってるというか、フルアーマー仕様になってますよね。2205の五色機動甲冑はここまでごつくなかった気がしますね。あ、でもかっこいい、この中隊支援用のね、あのなんかライトマシンガンみたいなのか、ね、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、見ていきましょうか。グラディエーター、無人艦隊コマンド艦グラディエーター、ほいほい、制限型自立防空システムの中核であるコマンド艦、小型の無人迎撃艦エイジャクスを送還制御する。エイジャクスは異なる有人で運用されるが、送還のための機能は全て環境に集約され、国小人数での運用が可能とされている。まあ合理的ですね。2207の時代でもやっぱりこう人材不足ってのがあるんで、まあ、それを補うための無人艦ということですね。空軍は本艦と随伴する迎撃艦に戦闘的な一撃で出す装での運用を想定していたため、本艦は宇宙海軍の艦艇をしのぐ高い機動性、運動性を有する艦として開発検討されることになった。ほうほう、だ空軍として使われて、でしかも島が出航してるんで、これもしかしたら島を空軍に入れたのはいい人事かもしれないですね。つまり島の、まあ、艦隊戦法みたいな、その戦闘技術っていうのが無人艦にフィードバックされてるんで、もしかしたら無人艦めちゃくちゃ強いのかもしれないですね。そのコマンド艦としてちゃんとその制御が効いてる間は、あのもう一撃離脱戦法で島の操縦技術を真似しながら敵の攻撃を回避して波動砲をね一発食らわすみたいな、なんかそういうやつが期待できるかもしれないですね。ちょっと武装気になりますよね。ちょっと 見ていきましょうか。方向分離型波動砲、これ2連装波動砲じゃダメだったかな。方向分離型波動砲ってのは気になりますね。さすがにね、この方向がバシッてこう分離して、なんか、ファンネルみたいに飛び回るってことではないと思うんですけど、ね、この二股に分かれてるのが方向分離型ということですかね。4連装パルスレーザー砲、3連装、はいはい、リューダーみたいな。まあ、ここら辺普通ですかね。無人艦隊迎撃艦、エイジャクス。このなんか説明面白いな。制限型自立防空システムで運用される小型の無人迎撃艦。コマンド艦であるグラディエーターから送還される。ヒヨドリのコードネームが割り当てられ、総数49隻がグラディエーターに随伴、艦隊を構成する。制限型自立防空システムは各惑星の防衛戦力として構想されているが、空軍戦力との連携を視野に収めていることもあり、本艦の惑星の大気圏内での運用は基本的に想定されていない。過去、大気圏内の飛行自体は可能であり、大気圏内外の応援機能も有する。エイジャクスは無人艦であることから、有人の艦艇よりも高い機動性能を持ち、その運用も対象への一撃離脱戦法が採用されていると。総数49隻がグラディエーターに随伴。ほう。すごいね。なるほどね。だから50隻で1セットということですかね。エイジャクス49隻、グラディエーター1隻で、まあ、50隻の艦隊が1セットということですね。で、小型波動砲がついていると。なるほどね。迎撃ミサイル。大型対艦対要塞ミサイルかけるパイロンリングに装着と。うん、なるほどね。ただし空軍戦力との連携を視野に収めていることもありということなんで、惑星の大気圏内での運用は基本的に想定されていないと。なんで、まあ、エアフォースと言いながらも、まあ、地球の軌道上を守る艦隊として機能するということでしょう ね。だからこのグラディエーター1隻と、このエイジャクス49隻と合わせて50隻の艦隊が組まれているということですね。そのタイガー。うん。波動砲艦隊構想に基づく磁気主力艦載機戦術戦闘攻撃計画 CT 計画のもと開発正式された本機は2202年より生産配備が進められた。2207年現在地球防衛軍の主力戦闘機となっている。時間かかりましたね。5年かかってますね。ダミラス戦争時の国連軍時代より使用されていたコスモファルコンよりも格段に向上した攻撃力、格闘性能を持つことから、宇宙軍以外での地上各軍でも順次本機の置き換えが進められた。地上配備のコスモタイガー2は大気圏内の運用に主機と覚悟を調整された。はいはい。じゃあつまりコスモタイガー空軍仕様とか陸軍仕様っていうのが出てくるということですね。であのコスモファルコンのバリエーションもすごいかっこよかったんで、コスモタイガー2のね、バリエーションもちゃんとプラモとして出していただきたいなと思います。はい。以上が、宇宙戦艦ヤマトリベル3199のメカ、そしてキャラの振り返りです。ね、あのちょっと皆さんと一緒にあの公式サイトを見ていきましたが、やっぱこの中でも一番の驚き、これじゃないですか。アンドロメダの艦隊指揮官として整備されつつある。これは嬉しいでしょね。いやー、めっちゃ楽しみですね。はい、もうね、3199に備えてヤマトの解説とかもね、今後力を入れていくんで、皆さんもお楽しみに。はい、
はい、もちろんですね、私ももう上映開始、もうその日にですね、もう見に行きますんで、ヤマトの解説一緒に楽しみたいよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。はい、それでは皆さん、次の SF でお会いしましょう。いやー、楽しみだな。